こんにちは、皆さん。スプレーアートリノベルちゃんです。このチャンネルへようこそ。イエーイ。じゃあ今日の話はね、メキシコでやっていいことって日本でありえない。まあやっぱり文化が違うからね、まあ、日本でありえないことはもしかしたら他の国ではもうありね。で、まあ今回はメキシコのことでね、初めて出会った人にはほっぺにチュー、それかハグするね。まあ、初めてだった人、紹介されたとかね。で、そういう時になんか文化として待って、あ、これじゃあ初めましてって言うけど、まあその時にはほっぺにチューです。それね、それかハグとかねする。初めて出会う時に普通の道でね、普通の道路で、それか電車とか、映画館とか公園とかどこでもチューはできる。ディップキスとかでも大丈夫だし、ハグとかでも大丈夫です。手をつなぐとか、愛してるっていうとかね、そういうなんか愛をいつも見せてるって感じっていうことで、まあこれはやっていいことです。で、日本では多分ありえないと思います。まあそうじゃなければコメントにね、コメントもしてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた、アディオスアミゴース。